どうも料理のお姉さんリュウジです。はい、今回はですねちょっと趣向を変えまして、料理というかですね包丁を使ってですね、飾り切りっていうほど難しいもんじゃないんですけども、トマトでですねバラを作ってみたいかなっていうふうに思います。まあこれからの時期ねクリスマスとかも近いので、これはですね彼女とかね彼氏とかに作ってあげたらモテちゃうんじゃないかなと、そんな飾り切りのやり方をですね今日ちょっと特別に、一回ねこれツイッターで、載せたことあるんですけども、やっぱりねちょっとね分かりにくいんですよね。だから動画で見せてあげた方が分かりやすいんじゃないかなって思ったので、今回は1から切るとこからやりたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まずですねヘタを取りたいので、ヘタの方から、ナイフを入れていきます。こんな感じでね、小刻みに動かしながら、ぐるぐるとですねヘタだけ切り取るように動かしてください。こうすると一瞬また時にはこんな感じで綺麗に取れますので、そうしましたらですねこちらに刃を入れていきますね。平行に入れていきます。はい、トマト平行に入れていきますよ。結構硬いトマトですけどね、ここを落とさずにこっからぐるぐるとトマトを切っていきます。包丁はですね上下に動かす、動かすのはトマトの方ですね。トマトの方を動かしてくださいね。こんな感じでですねイメージ的にリンゴの皮を剥くような感じなんですけども、リンゴの皮と違うのがリンゴの皮はね こうやって剥くんですね。こうやってでも、トマトの場合は包丁を動かしてぐるぐると、はい、回していくような感じですね。でね包丁はね事前に研いだ方がやりやすいです。切れない包丁だとねなかなか難しくなっちゃいますので、でまあ一周して、皮が切れたらまあこんな感じですね。出来上がったのがこちら、ちょっとねリボン状になってますよ。これね分かります、こんな感じですよ。はい、でこれを巻いていきたいと思います。バラ状に成形していきます。外側から内側にこう巻いて、で真ん中持っていただいて、どん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 こう巻いていってあげてください。そうするとですねあら綺麗にできたね、これね。これで、はい、トマトのバラの完成になります。はい、分かりますか、かなりバラっぽくないですか。盛り付けていきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ盛り付けるって言ってももうこれだけでちょっとバラっぽいんですけども、今日はねちょっとこちらのスイートバジルねさらにバラっぽく見せられたらなっていうふうに思います。こんな感じですね。はい、ここに緑を、はい、添えてあげるとかなりバラっぽく見えるんじゃないでしょうか。はい、でですね、まあさっき余ったトマトがありますので、これもちょっと あしらいましょうか。普通に、スライスしてあげて、こういう風に盛り付けてですね、お塩と、これねバラも食べれますからね、オリーブオイルですね、少しペッパーを加えてあげたい。こんな感じで盛ると普通のトマトだけなんですけども、これだけでもすごく美味しそうに見えますね。これね、トマトのバラの、サラダの完成ですね。よく切れて、小さい包丁だったらミニトマトもできるんです。ただですね結構難しいので、もしかしたら失敗するかもしれないですけど、できるかどうかわかんないですけど、まあ、今日はそれちょっと挑戦したいと思います。じゃあやっていきますね。これはねヘタも食べれるのでヘタは取らないでいいです。で後ろの部分からやっていきます。こんな感じですね。もうね容量はね同じです。こんな感じですね。よし、これもねさっきと同じ要領ですよ。外から中心に向けて、おどうできましたね。ミニトマトのバラですね。醤油皿みたいなのなんですけども、ここにねちょこんと置いていただいて、こんな感じにしてあげるとめちゃめちゃ可愛いミニチュアのトマトのバラの完成です。僕の手これです。もう本当に小指ぐらい、さっき作ったのこれ、ちょっと大きさがね全然違いますよこれね。はい、ではですね、まあ、今回はサラダにしたんですけども、例えばねここの余りの部分のここの部分を例えばダイスカットにしてフレッシュトマトソースにしてスパゲッティと絡めて、でその上にこのトマトのバラとバジルを添えてあげれば、それだけでもう本当にお祝い事とかにも使えるような一品になりますので、これねすごくね使えるテクニックなので、皆さんもしよかったらねお家でやって、いただきたいですし、バラの花言葉って知ってますか。皆さんね知ってますよね、愛情なんですね、なのでこれを作れることによってこのトマトで愛情が表現できるっていうですね、ものすごいね刻ったらしいレシピになりますので、今日はねバラで君に愛情を伝えるためにやったので、ちょっと歯の浮くようなセリフなんですけどもっていう風にやって、バラの乗ったスパゲッティかなんか出てきたら、もうこれはね本当にねもうメイクラブですということで、
まあ、今回はこれをつまみながら晩酌したいなと思いますんで、はい、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、それではですね、今日の料理美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとかですね、一緒に僕と飲んでみたいなとかですね、少しでも思っていただいた方はぜひですね、チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。